日本とフィリピンの文化の違い、めっちゃ多分あるけど、今思い浮かぶのは食べる時の道具、お箸やん日本で、でもフィリピンはスプーンとフォーク、あとはあの手で食べます、チキンとか。他には俺は、そうやな、チキン家畜めっちゃやっとるそう、なんかまあ日本でも田舎とかではあるけど、まあほとんどの人が、まあまあ都会は分かんない、でもまあまあほとんどフィリピンは結構ほとんどの人がチキン買ってるでさ、自分でさばいて食べるみたいな。そうだよ、だからこっちのあの鶏チキンはめっちゃ美味しいよな、でもな、あ、新鮮な、何か分からへんけど新鮮なっちゃう葛藤のその日本との違いが正直分からへんねんけど、こっちの方がめっちゃ柔らかい、そう、チキンはめっちゃ美味しい、鶏肉はって感じやな、まあ、牛肉はだって日本のが美味しいやろあーそうやな、そうや、なんか日本のスーパーで牛肉買ってもやっぱ国産とあの外国産とじゃあ全然違うと思うけど、まあそんな感じで、こっちでもそんなその癖がある牛肉ばっかりしか食べたことないです、こっちは。あとは癖がなくてもめっちゃ煮込んでるとか、めっちゃ濃い味付けになってるとか、まあ、癖を感じさせない料理になってるやつはめっちゃトロトロで美味しいんやけど、日本料理普通に肉買ってきて日本料理にしようと思ったら、今のところうちが買ったやつは全部癖が強くてなんかちょっと臭いというか感じです。なんか鶏肉ばっかり食べたな、結構、まあ、豚も買ってる、豚と牛肉は結構癖が強くて、特に牛肉癖強いから、まあ、豚か日本より安くて美味しいって感じる鶏肉買ってます。あと何かあったっけ。ないいや、あるよ。ないや、あるあるある、車運転が逆。あー、そうやそうやそうや、日本は右、え日本は右や、右にハンドルがある、ハンドルがあるんか、もうなんかどっちかわからなくなってくるな逆です、まあ海外やから、逆になったよね、まあ、日本が、日本の右の方が少ないんか。うん、そうやな、他にあるかな、日本以外によく分からんけど、多分ほとんどが左なんちゃうかな、外国は。あとは、あ、時間の、まあまあ文化かな、なんか時間の概念がやっぱ違うよね。日本人はあの、何でも早め早めの行動やん、5分前、こっちは遅め遅めの行動、そう、1時って言って1時に、まあ、お店の人が来てくれるって言っても日本だったらその5分前か1時直帰しになるまでちょっと近くで待っとって、1時になったらピンポンって感じが当たり前やけど、こっちではあの何時間経っても来へん、そう、1時って言っとったのに普通に4時とか5時に来たりもするし、あのさ、来ないこともありました。1日来ないことがもうそれ来んかったらもう来へんから、そう、次の日や、次の日も多かったんちゃうかな、今回の2回目やべえよ、もう忘れてるやん僕もう来んなっていう、もう諦める感じで、まあ遅れるのは普通やから、全然4時とかに来ても普通ですもうこっちからしたら、え、もう4時やでって思うけど、向こうからしたら全然普通の感じやから、あの日本みたいに遅れてすいませんとかはないです。で、あと何やろ、んあと何やろうな、あとは何やろう、まあ、まあでもそこまでなんか宗教とかもキリスト教の人がほとんどだし、うん、なんか別にすごい大きく困ることはないかな、文化の違いでさ、あるあ、でも学校はあ、結構フィリピンなのかだからかよくわかんないけど、とりあえず今行ってる学校で言えるのは、あの連絡とかが結構直前あの遅め遅め、そうそう、遅め遅め、急に何々持ってきてねとかもあるし、あの急に休みになったり、まあ自習も結構な、行ったら自習、今日ほとんど自習やったとかもあるし、まあしょっちゅうあります。明日学校あると思っとったらなかったりとかでもまあそれもこっちにしたら普通なんかなっていう感じで、まあだからこっちは土地勘がないから、急にこれ持ってきてって言われてもどこに売ってるかも分かんないし、え、それ何みたいな言葉もまだあんまりよく分かってない言葉が多いから、
で結構困るから走り回ってるけど、うん、あのどこどこなんかこれ写真とかでこれ持ってきてねとか、え何これみたいな、 どっかの民族衣装らしいでみたいなんで、めっちゃあのいろんな店を訪ねて歩いて、めんどくさいなめっちゃそうそんな感じ、めんどくさいねそれが。でもまあ緩いな結構、何かにつけて、まあ交通ルールもそうやし、良くも悪くも緩い、交通ルールも緩いし、まあなんかいろいろあのとなんかね、いろいろ手続きなんかちゃんと手続きするのも緩いし、まあ何でもお金で解決できるっちゃ、お金で解決できるしあのなんやろ、その学校とかも緩いよな、持ち物とかも特に何でもほぼほぼ何でも持ってきてもいいよな、危ないもん以外はな、うん、携帯とかタブレットとかも全然普通に持っていきようし、最初俺それ分かった時意味が分からんそうそうそう、おやつも全然持っていけるし自由やな、そうやで自由や、休み時間もほんまは1時間なんやっけ、そのお昼休みか、その1時間の間にご飯食べたりとか自由にできる感じ、まあまあ、うん、実際1時間ね、そうそう1時間なんやけど、なんかタケルはほぼ1時間半よりちょっと多いぐらい、それが意味が分からへんの俺はちゃんと1時間に、ほんまに、そうだ、大体は大体 は、この前先生次第、あ先生が来るか、このだから、うんうん、昼休憩の後のその授業の先生がめっちゃ早いからさ来るの、あー竹渡るわな、うん、あじゃあそれタケルは遅いの、先生遅いってことか、うん、そう逆に早すぎるんや俺は、あの残り10分ぐらい休み時間あんのに来とることあるからさほんな早めに始まるの、うん早めに始まる、5分前ぐらいに始まる、あーそうなんや、ちょっと日本っぽいな、ちょっとそれはその人は日本っぽいけど全然フィリピン人からあそうどうなっとんってなる、こうへん先生はなかなかこうへんな、うん、だからその分遅く始まるし終わる時間はまあ大体終わるやろ普通に、うん、ほんでえだからまあ来るの先生がな、来るの遅い方ラッキーみたいな感じやの、そうまあ結構それでも許されるというか、まあそう全然それが普通っていう感じです、だから気楽っちゃ気楽よな、気楽っちゃ気楽、まあでも日本人からしたらありえんから困ることも最初の1年はいっぱいある感じだから、慣れたら、あ去年こうやったからこういうの用意せなあかんはずとか、あもうそろそろこれあるなとか、明日、はい、そうちょっと明日あるほんまに学校あるかとか聞いといた方がいいなとかは、うん、あの慣れてきたら大丈夫、2年目からの方が多分あの楽になると思う、めっちゃな、楽じゃないけどね今めっちゃえどういうこと、いや今めっちゃ楽じゃないけどな、買い物とか、あー買い物とか何がいるとか、そういうあーどこにあるか分からへんし、何がいるってそういうその名前を言われてもそれが何か、あーなんちゃらペーパーとか言われてもえ何それみたいな感じやな、うんそうや、なんか紙にもいっぱい種類があって、ほんでなんかな土にもなんちゃらなんちゃらなんちゃらの土とかで、え何何何何土にも種類あるんかそう、まあ土にも種類はあるんやろうけど、日本でもでも日本でまあ言われたら分かるやん、なんか普通の土じゃない、フロム土を用意してくださいって言って、フロムバンブーって、えフロムバンブー、ね、竹からえ何どういうこと、竹植えたところあるんじゃない、竹のとこ竹生えとうとこ竹が生えとうとこの下の土をあのフィリピンの人に言ったら入れてくれて、それもらいました、細かい、めっちゃ細かい、もう土でええやん